それより貼りたいって。表がこんな感じです、ね、ステッカーだと思われてるけどちゃんとプリントなんで、ね、そうですよね、デザインになってるっていうのがいいですよね。さあというわけでお疲れ様です。さあ今日も中野北口に来ております。まあ、中野北口といえば、今日も謎の店に来ております。ちょっと見に行ってこようと思います。これを、いや、これはもともとずっと作りたかったんだよ。あ、なるほど。んでもう灰皿ってさ、はい、もう需要ないから今もう工場作ってないんだよ。そうそう、だからもう世に出回ってるのがなくなったら新しく作ることないから、多分もうできるうちにちょっとやりたいなってずっと思ってたから。あ、そう、じゃあもう最後のチャンスに、そうそうそうみたいな感じだった。だから生産をしてないって聞いて、はい、じゃあもうしてるうちに作ろうと思って駆け込みみたいな感じで、そう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 、予想してたら倍ぐらいでかくてびっくりしました。画像だけ見てたんですけど18センチぐらいあるんじゃないかな多分もうだってこれのままここにどんどん入れられそうな感じです。いいよね、これやばいなと思って、まあ、例のブルーかなっていう、そうそう感じで、いやいいっすね。説明一切入れてない感じとかも、はいですね、これ乗っけて、あ、めっちゃいい、あ、すごい。バックのシャツとかはすごいね、ちゃんと作り込んでる。これ7インチの、そう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 、面白いっすね。これ面白いですよね。まあ、直接的な、なんか音楽表現っていうよりは、うん、潜在的に、そうですね、こうふっと感じる感じ。ファスナーついてるの、インキュートっていうのが貼ってある、はいはいはい、アクリル板みたいな、それがないから3万でいいよって言われて、安いこれ3万円3万円でね、そう、安いですね。だからもうそのまま一人で車で行ってたんだけど、はい、車に一人でこれ一人でやったんですか。60キロくらいあるんだけど、やば、一緒とかに普通に軽々乗っけて、当時ね、まだ20年以上前だから実家にいて、あ、木造の2階なんだけど、はい、下ろして上げようと思ったら全然上げられなくて、はい、ですよね、これ一人で、どうやって車乗っけたんだっけと思ってで友達呼んで上げてやば、買った時はねテンションでいけちゃったけど、あ、そうですね、その時のアドレナリンが出て、そう、これ20年前からちょっとそういったディグをしてたんですね。そうカプコンの筐体購入秘話がすごいですね、3万円で、そう、3万円今のじゃね、希少だから、そうですね、これで96年製とか、あ、で、これ元々は家に置いてたんでしょうか。そう、家に置いてて、お店始めるときに持ってきて、持ってきたって感じです、ね、なんか結構古いステッカーで、あ、いろいろ貼ってある、足の貼ってある、すごいインパクトやばいですもんね、これが本当上がってきてこれが置いてあるっていう、そうそうそう、ね、これはあの伊豆半島にある、はい、まあ、リサイクルショップというか骨董屋さんなのかな、はい、野生の王国アニマルテ江戸屋っていうところに、はいはいはい、超巨大ゴミだてっきり特撮かなんかのキャラかと思ったらこれなんですね、はいはい、パンダもいるよっていうやば、はい、これが元ネタでして、実はこれが謎の店カラーになってる、そう、別注でお願いして、それ聞いたらめちゃくちゃ欲しくなってくるねそうだったんですね。あ、でも他にも別注はいっぱい、あ、そうですね、そうなんですね、カラー通りってなんかこのいびつな腕のバランスすごいなって思ってたんですよね。本当はパンダもいるよ書きたかったけど、ちょっとハード怖すぎるんで確かにエピソード聞いたら間違いなくこれがちょっとでこっちがねちょっとすごい今グッときちゃいますね、あれ見ちゃったら。
やばで、この謎のカラーになることによってさらにやばさが増すっていうすごい最初一時すごい全体的に見せていただいたじゃないですか。まさかこのお三家そんなエピソードがあったとは。そうそう、実はそうなんです。2人も売る移動販売の車がやたら来てて、はいはいはい、大学堂ってやつが独特の歌を歌ってアイスクリームとかいう名前の歌当時そんなんばっかりしたよね。なんか街灯の車のやつなんかやたら歌を歌いながらやってくるアイスクリーム屋がいて、それがすごい好きで、ちょっとその思い出も乗っかってちょっとね、それのおしゃれバージョン、それのミニチュアあったらいいんですけどね。そう、大学のこれがあったらもうちょっと5万ぐらい出すと普通に5万ぐらいで買う5万って貼ってあっても買っちゃう。もう全然何のためらんなくて、大学のだったら。そうっすよね、まあ確かにテレコマさん的な感覚だともうそれ、うん、自分で作るんじゃダメなんですもんね、うん、オフィシャルのやつが欲しいですよね。いや作れるけどっていうところだから、なんかその会社が出すっていうクレイジーさがいいんですよね。わあ、なんかすごいわ、もう なんすかこのメッセージこれ結構こう、あ、みんな買ってますね、うん、片付けないけど大学だトラック持ってる。トラック持ってる。これはその日々のディグで見つけたやつですか。見つけてしまいました。知らなかったな。オハスタド世代ですけど、フォルム顔顔ですね。と歯黄ばんでるし経年なのかな。まあこのやっぱオハスタロゴがポイント高いですね。やっぱ世代だからレイモンドすぐ分かるんですね。もうこれは熱いですね。これ見つけたらちょっと手に取っちゃうかもしれないですね。分かんないですね、これサーカステントみたいな感じになっちゃう。はい、というわけでお疲れ様です、バーナードです。さあ5月の謎の店 Vlog なんですけども、今回はかなり熱いアイテム、そして今回音楽ネタですね、まあ、ちょっと音楽関係のアイテムがサンダーボックスさんから出ております。サンダーボックスレコーズですね。こちらサンダーウェーブと書かれた箱、そしてこちらがドドン、これはかなり攻めたパッケージなんですけど、こちらねヤバ歌謡ですね。こちらアソーテッドマッシュルームミックスということで、DJ 福武さんのミックスのテープ、ミックステープですね。これがね、マジで、まあ、パッケージがめちゃくちゃ可愛いんですけど、謎の店と、ヤバカヨねコラボレーションアイテムということで、トータルタイム60分という感じで、ミックスバイ DJ 福武という形でですね、もうね、まあ、早く、とりあえず早く聞きたいですけど、まあ、これをね、この動画で流すわけにはいかないので、僕だけちょっと楽しませていただくんですけども、こちらがまず1個ありますね。こちら、ですね、サンダーボックスサンダーウェーブでございますけど もう早速開けていたいと思います。サンダーウェーブとはまず何なのかっていうとこなんですけど、おおすごい、おステッカーがまず入ってました。こちらねいかついステッカーが入っていて、あイヤホンが入ってますね。あイヤホンもついてるんだ、嬉しい。入ってて、こちらが USB ケーブルですね。で、これですよ、これ。来ましたね。こちらが、サンダーウェーブです。こちらです。いや、めちゃくちゃかっこいい。こちら、ポータブルカセットプレイヤーのサンダーウェーブですね。めちゃめちゃかっこいい。まあ、僕はね、もう謎の店でめっちゃこう、見本を触らせていただいたりしてたんですけど、まあ、改めてこの自分の家に来ると、また何かいい感じがしますね。自分のものになったというね、所有欲を満たしてくれるアイテムです。いやー、めちゃめちゃ可愛いステレオのカセットプレイヤーでございます。いいですね。ここらでステッカーに見えるところも、これ全部デザインでマットな質感になっております。後ろはこんな感じでですね。
いやーめっちゃいい。ほんとねこれね、もちろんねカセットプレイヤー早く聞きたいっていうのもあるんですけど、もうこのものとしてのね素晴らしさがありますね。本当にちょっとナゾリスと結構僕は近しいものを感じちゃうんですけど、もうなんかねナゾリスの時もそうだったんですけど、まあ実際に遊ぶ楽しさと、あとこのもう物としてこう置いておくこの存在感というか、すごいね本当に満足度が高め、まあ、所有感、所有欲を満たしてくれるアイテムですね。なんかこのちょっと厚みもすごいいいですね。いやーかっこいい。これでちょっとテープ聞きたい、早く。今回もね、回してきたっていうか、謎のコスモスですね。コスモス1個買ってきました。で、前回この出てきてくれたフィギュアなんですけど、これ視聴者の方が教えてくださいました。これビックリマンのキャラクターとのことです。はい。いや、懐かしいキャラが前回出たんですけど、今回はちょっと何が出るか、開けてみましょう。なんかね、ガチャガチャ、おい、なんかいろいろ入ってる。まず一つ目が、あーこれやばいっすね。これハドソンのナッツ&ミルク。これのめんこですね。めんこってこれどこで売ってんすかね。まあ、当時物だと思うんで、まあ、普通にこれ現行では売ってないと思うんですけど、ナッツ&ミルクのめんこですね。そして、あ、缶バッジ。うわー。20個クラブ、ボーイズ&ガール、頑張れ、万博スピリット。やばいの出てきました、また。これもちょっと時代を感じる、ちょっとレトロですね。いいっすね。だいぶ年季が入った、ね、もう当時のものです。で、もう一個なんか入ってて、あ、ちょっとこれやばい。でかいのが入ってましたね。うわー、これどここれでも、これファンシー土産ですかね、これ。ちょっとファミ土産っぽいんですけど、こちら。あ、でも、ちょっと、地域とかでもなさそうな感じですね、これ。デューアップ。ちょいと、このローマ字ここに書いてあるんですけども、ちょいと、おっさん、どちらまで。すごい、これ。クラブっていう。コピーライト、クラブ。クラブ、が正体なんですかね。てかこれなんすかこれ、このクリスタル、うわーちょっとこれ謎が深まるアイテムですね。地域とか書いてないですよね、観光地とか。音もいい音しますけど、でこっちにはナイスデイって書いてあるんで、いや謎いなこれ。ちょいとおっさんどちらまでって、いやーちょっとこれテレコマさんに聞いてみたい、これ何なんだろうっていう正体が気になりますね。さあちょっとねカセットの話題に戻りますけども、こちらねヤバかよカセット、ちょっとこれ中もねカセットもめっちゃ可愛いんで、これももう開けてしまいます。もうこの後すぐ聞くんでね、どうせね、もうバーッと開けてしまいます。もうねカセット私実は大好きでございまして、カセットもこのねマテリアルとは言わないんですけど、これ物としてのね所有感がねすごい好きで、後ろにちょっとね最近購入した私のカセットこちらインディーズアーティストのね、ホーチ5000さんっていう方のミニアルバムと、これがですねジャケ買いしたものです。これキャッスルビートっていうね、これジャケ買いして聞いたらね、あの音源もめちゃくちゃ良くて、まあ、ソロアーティストでね、あのシンガーソングライターなのかな、一応ね。もうジャケがこれね中もやばくて、ちょっとねこれ出すとですね、こんな感じで、おそらく彼のこのアーティストさんの幼少期の時代の写真なんじゃないかなっていう。でこれ両方、これあのリバーシブルジャケットになってて、あ、こっちですね。こちらを、こっちを表紙にすることもできるんですよ。こんな感じで。ちゃんとこれを表紙にして帯がちゃんとついてるんで、これも多分気分でこっちに表紙もできますね。そう、そんなカセットもあったりとか、こちらが今回購入したヤバかよですね。出してみましょう。あ、中もね、しっかり。あ、なんか、これ。大丈夫これ。いいっすね。めっちゃ、あ、かわいい。
いやーカセットこれお店で見たんですけど、やっぱ自分の家で見るとまたねちょっと違うんですよね。うわーかわいい、こちらか、あーカセットテープもめっちゃいい赤ですね。これ多分キノコ柄ってことでしょうかね。はい、このカードが1枚入ってて、これなんだろうと思ったら、あの裏にダウンロードコードが入ってました。めちゃくちゃ嬉しい、 PC でも聞けますね。じゃあちょっとね、せっかくなんで、まあ、ちょっとね音源は聞けないんですけど、今回これをやる人は多いんじゃないですかね。あーこのシルバーの感じとかめっちゃいいですね。でオープンですね。おこんな感じで開きます。いやーワクワク感、いやほんとカセットワクワク感が本当にやばいですね。でこんな感じでセットします。で閉じて、ではイヤホン挿して、まあ、再生して聞くという感じでございます。というわけで今回は5月のね謎の店 Vlog っていう形で、結構ね4月がすごいあのイベントラッシュで、で5月まだね謎の店は結構大きなイベントがまだあったりして、いや最近すごい謎の店さんのすごいめちゃくちゃ行ってる感じがあると思うんですけど、単純に今ちょっとそのそういう新商品のラッシュとかイベントがあって行ってる感じでございます。いやー本当にスタンプラリーから怒涛の、カセットテープまでいろいろ紹介させていただきましたけども、ぜひね中野駅北口、探して見つけてみてください。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。またぜひお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございました。さよなら。